特番朝の髪ゆったりリラックスしながら弾ける喜びを味わう、これがピアノレッスンの醍醐味です。できなかったことができるようになるので嬉しいな、もっと弾いてみたいなと思うんです。朝の鐘になるんです。非常にピアノは細かい臨時記号に交互奏、ユニゾン、オクターブ、トリルにモルダント、非常にプラルトリラーなど多彩な音楽用語に表記、いろんな奏法があります。コード奏法で楽しく弾き歌いもできます。簡単な一段譜があればちょちょいのちょい、いろんなバリエーションで弾く技術も身につきます。まず独譜が苦手、音記号が苦手なあなた、ぜひ先生が楽しくわかりやすくコードネームの仕組みからいろんな伴奏系で弾ける技術まで優しく楽しく親切に指導できます。簡単な曲を一段譜があれば弾ける、これはとっても本当は大きな武器になるんです。初見で弾けるコードネームの仕組みやルート音コードで弾けるとピアノはとっても楽ちん。楽しくコード奏法で歌いながら弾くこともできます。それでは良い子の皆さんもぜひゆっくり独譜に初見力をゆっくりと少しずつ身につけてください。できるようになるとどん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 次のステップへ進むことができ、コードネームを覚えるともっともっと楽にいろんな曲が弾けるようになります。それではまた叩いてかぶってじゃんけんぽん、どれにしようかな、裏の米さんに聞いたのよくわかる、指切った、バイ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 。うまに人参。
ニコパン、豚に鼻輪、笑う角には福来たる。また明日もこうご期待ください。お客様、駄菓子屋選手権もご用意しております。第1位はうまい棒、第2位風船ガム、第3位ハッピーターン、第4位飴。いろいろ考えて楽しく音楽と向き合ってくださいね。